ですね。お、那我觉得师傅应该还是会出现。毕竟感觉原本真的应该是师傅寄信的，然后后来可能被骗之类吗？就看看，他衣服有破破烂烂的。一つお聞きしてもいいですか。答えられる範囲でいいのですが。あ、まあ構わねえか。以前から機会があれば聞いてみたいと思っていたんです。8年前、一体何があったのかを。そういえばバンさんとは同い年でしたね。8年前、僕らが17の年、あなたはアラミス高等学校に通っていたはず。それを突如中退し放浪、そして先生に拾われ、その頃先生は大怪我を負っている。僕とセリスさんが知ったのは後からですが、あなたに不信感を抱くのも当然でしょう。先生にお尋ねしても答えていただけなかったことも含めて。他额头也有那个绷带。まあ答えられるわけがねえよな。末弟子が禁忌の存在、悪魔どもの親玉を宿す器だったなんてな。ではやはり。ああ、詳細は省くが、一度力を暴走させかけたことがある。ただの器だ。所詮は残っていた力の残滓、それでも一体の命を借り尽くすには十分だった。先生が身を挺してかばってくれなきゃ、俺は人にすら戻れなかったかもしれねえ。半ば予想はしていましたが、やはりそういうことでしたか。先生が呪いを受けたという改変も、あながち間違いではなかったと。ああ、一歩間違えりゃそうだったかもしれねえ。そう考えると、あいつらの言う通り俺は下報なのかもしれねえな。だがそれでもやられるわけにはいかねえ。先生はそんな俺を生かし、生きる道を示してくれた。その思いに報いるためにもな。素性は知れないし、表にも裏にも属そうとしないうさんくささ、おまけに魔の根源すら宿しているとなれば、守護騎士として到底見過ごせないのですが。但师父信任他。先生が道を示した以上、僕がそのあり方を責めるのは筋違いでしょう。それに周りを巻き込むまいとしたり、危険から命を懸けて遠ざけようとしたり、あなたは想像以上にお人よしなようですしね。て、まさかさっきの記憶が残ってんのかよ。何の話でしょう。ですが今の話で、出来の悪い弟弟子くらいには認めてあげてもいいかもしれませんね。ここまでの道を見出したことも含めて。おお、そいつはやりやがったか。あくまで限定的にですけどね。ですがこれでセリスさんにもある程度は。やっぱここにいやがったか。能跟他抗衡、但后面还有这么多人。うまいこと撹乱しやがって。
大したもんだと褒めてやりたいところだが、分かってんだろうが、逃げ切ることなんざできねえってな。ならせめて私らの手で王女を仕上がれ。思ったより早かったな、セリスさん。このタイミングで霊視が使えるのはいいですが、もう少し余韻というものをですね。はあ、って煙に巻いてんじゃねえぞリオン。これより下報を断罪する。バルタザール卿、邪魔立てするなら今度こそ命の保証はしかねるが。この大人数での多重砲術陣、オラシオンで見せたもの以上ですか。聖魂が使えるとはいえまだ本調子では。これはまずいですね。しかもあっちの聖魂は暴走全開のフルパワー。ここを切り抜けるのは不可能だな。二人なら。哇哦！伙伴们也都来了。確か動力ドローンの。こいつはまさか。お。今よ、シャード展開。美人来了。妨害術式展開します。あの方針を解除するよ。了解。灵芝法阵就有办法用灵芝来破坏。来了吗？来了吗？哎，最想战斗的。君の相手は私だよ。悪いけど止めさせてもらうわ。面倒な。怪盗グリムキャッツ、華麗に参上ってね。バンさん、今です。脱出路は確保しました。ほら、とっとと来いや。いいタイミングだ。まさかこの状況を。ええ、あのメモのおかげでバンさんたちの状況についてはおおよそ通讯不能，没办法，就用 4SPG。私もアニエスに相談されてね、こうして駆けつけたってわけ。まったく大した人だ。てなわけで突破せんぞ、リオン。仕方ありませんね。サリスさん、また後ほど。待てやリオン、アークライドも。いい加減けじめをつけさせやがれ。哦，这样连打都不用打。小龙工具不动。要休息，早点休息。寻找师傅，能够解决的也就这个、啊。你们觉得师傅倒，那其实师傅活着。
之前都没问题。看信，所以还是不让师父登场。师父登不了场，可怜呐、啊。伙人去大教堂，范恩他们做诱饵去别边，吸引注意力。住在大教堂，大部队一起来。我们也在这里迎接。まさかここを選ぶとはな。陽動をかけつつ、今回は徒歩で移動。一度は諦めた場所だからこその盲点でもある。お前にはやられっぱなしだが、観念したってことでいいんだな。人払いの結界を張ったようだが、こちらとしても好都合。今度こそ引導を渡すとしよう。ちやっぱ迫力がちげえな。ええ、さすがと言うべきかしら。イスカリオもおそらく首都に来ている全てを動員している。この布陣簡単には突破できないでしょうね。お前らも本当にいいんだな。下法以外に用はないが、邪魔立てするなら排除するのみ。看戏。ぬぬぬ、本当に大丈夫じゃろうか。作戦通りみたいですけど、皆さんどうかご無事で。わざわざ足労いただいて悪いな。二人とも、この際はっきりさせたくてな。どちらが間違っているのかを。まさかとは思うが、てめえまだ認めてなかったのか。アークライド先生の死から目を背けたいのもわかるが、あんま無様を晒してんじゃねえぞ。目を背けてるわけじゃねえ。先生ならこう言うはずだぜ。今一度そのあり方を見よってな。セリスさん、覚えていますか？年末に先生にお会いしたことを。珍しく総長や副長も同席していましたね。
ああ、よく覚えてるぜ。ワジに蹴る。凱文。ガイウスに嫌がったが、あの時にはもう先生は呪いを受けて死の淵にいたですか。ではこの手紙は何でしょう。先生の筆跡